さあ今が勝負どころ、時間は68分になろうというところです。武田が蹴ったボール、外フリーだ、矢島よー、大宮アルディージャー、なんと後半だけで3発、見事な大逆転劇、決めたのは矢島慎也、今シーズンの3ゴール目、第6節岡山戦以来の矢島のゴール、ナックファイブスタジアム大宮、スタンドが揺れる。いや、よく落ち着いて抑えたシュート決めましたよね。まあ本当に難しいシュートだったと思いますけど、よくニアを打ち抜いて、あ、少し串引き選手がね、あのクロスのところを読んだのか、一歩右に踏んだ分、ニアのシュートに間に合った。